し、今はお隣同士だけど、美術館があっても少なかったじゃない？ 6 畳一間でできないのね。まあ、いろいろ。ダメだったらすぐ相談できたしね。そうね。まあ、今も高校歩けば入るけどね。確かに。今日はね、各都道府県や区町村に設けられている自立相談支援機関についてお話ししたいの。この窓口ではお困りの方、その一人の状況に合わせた生活的な支援を行っているのよ。また、暮らしにお困りの状況や理由って考えるでしょ。そうね、就職だったり、お住まいのことだったり、人によって違うのね。そうなのよ。自分の悩みをどこに相談したらいいのかわからない方は、まずは、お住まいの施設は、自立相談支援機関に、お越しいただきたいの。本当に悩まないから、ね。はい。実際に相談するのは勇気がいるとか、なかなか人に話せないって方もいらっしゃるんじゃないかと。そうね。私たちだって相談するだけで緊張しちゃうのね。すごくよ。また、ここで紹介する支援情報や制度は、